雨を吹き飛ばすような勢いで、お集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党の小池晃です。戦争法が強行されて半年となりました。野党は戦争法安保法制を廃止し、立憲主義を取り戻し、安倍政権を打倒し、そのために国会でも選挙でもあらゆる可能な限り協力をしていく、このことを確認をいたしました。必ず戦争法安保法制を廃止しようではありませんか。立憲主義をこの国に取り戻そうではありませんか。皆さん、戦争法の問題で安倍首相は自民党の大会でこう言いました。野党が安保法制廃止の法案を出したけれども、安保法制の廃止は日米同盟の絆を壊す、日本を守るための法律じゃなかったんでしょうか。結局アメリカと一緒に戦争する法律だということではありませんか。集団的自衛権というのは憲法の上ではできないと自民党も言ってきた。アメリカの戦争に、しかも歴代の戦争は侵略戦争です。ここに日本の若者を駆り立てる、そして後方支援だと言いながら戦闘地域にまで出ていく、武器も運ぶ、昨日の国会では核兵器の使用も憲法は禁じていないなどと言いました。皆さん、このような戦争法を29日に政府は施行しようとしている、断じて許すわけにはいりません。現実的な危険性も高まっています。 PKO で南スーダンで武器使用を拡大すると言っています。 PKO というのはかつては中立、武力の不行使、停戦合意といった前提があったのに、今では武力の行使を当然のようにやっています。南スーダンは内戦状態があります。こんなところに自衛隊が出ていって少年兵が戦っているときに子供たちの命を奪う、そんなことを絶対にやらせてはいけないのではないでしょうか。過激武装組織 IS への空爆の支援も法律上は否定していないなどと言っています。現実の危険性が高まっております。一日も早くこれを廃止しなければ殺される国になってしまう。皆さん、そして安倍政権は憲法そのものを変えようということまで明言しております。皆さん、しかしこの憲法について戦争法ができたからもう明文改憲はないんじゃないか、とんでもない。戦争法ができたのために、いよいよ憲法改悪の衝動が今自民党の中で高まっているのではないでしょうか。来たるべき選挙は戦争法の廃止なのか、それとも解釈改憲と明文改憲で紛れもない戦争国家への道を進むのか、このことが正面から問われる選挙になってまいりました。絶対に負けるわけにはいかないのではないでしょうか。9月19日あの投稿以来、憲法が本当に踏みにじられています。私が最高責任者だと言って憲法を踏みにじる政治をやった安倍政権は、沖縄では民意と、そして住民と自治体の決定を踏みにじっている。放送法では気に入らない番組は電波の停止までやる、
こんなことまで言い出しています。まさに独裁国家、民主主義否定の国家への道ではありませんか。皆さんならば我々はどう戦うか。相手は憲法なんて関係ない、自分が最高責任者だ、こういう政権ですから、これを倒すことは民主主義を守るための大義ある戦いではないでしょうか。安倍首相は選挙のためなら何でもやるというような勢力に負けるわけにいかないと言ってます。その言葉をそっくりそのまま自民党に返そうではありませんか。選挙のためだったら軽減税率なんて言ってたらめで選挙の取引をやったり、あるいはダブル選挙をちらつかせたり、こういう人たちに負けるわけにいきません。立憲主義を守るために、戦争法を廃止するために、やれることは何でもやろうではありませんか。野党の選挙協力を談合だ野合だなどと言って、とんでもない、自民党には言われたくありません。立憲主義を取り戻す、これ以上の大義はないではありませんか。皆さん、アベノミクスもいよいよ破綻が明らかになってきています。トリクルダウンが破綻し、消費税増税が破綻し、そして異次元金融緩和も破綻している。このままではこの国は壊れてしまいます。皆さん、日本の国を立て直すために今こそ立場の違いを超えて力を合わせる時がやってきた。日本共産党は今日お見えの民主党の皆さんとも、そして社民党、生活の党、維新の党の皆さんとも固く力を合わせて、自民、公明を、そして補完勢力を国会で少数に追い込むため、力の限り頑張り抜く決意を表明し、市民の皆さんと心一つに戦い抜く決意を表明してご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ご覧いただきましょう。